第100回関西インカレ、ここからの時間は一部男子 400m ハードル決勝。レースの解説に関西学連副会長北井俊夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いては一部の男子の 400m ハードルです。どんなところポイントでしょうか。そうですね、この種目、立命館大学ですね、得意としておりまして3人が決勝進出ということで、はい、昨日の時点でですね、一部でトップの関西大学にですね、はい、点数で20点ほど開けられておりますが、はい、ここでですね大量得点をして、少しでもですね点数を詰めたいという思いで選手を走るんじゃないかなと思います。立命館大学の選手が3選手6レーンに優勝候補の栗林、そして8レーンに細野、9レーンに2連覇を狙う中村がいますが、この3人がですね表彰台独占となると一気に21点入るわけですね。そうですね、栗林君は春先から調子が良くてですね、はい、50秒35という記録で走っております。はい、あとはですね、世界ジュニアで入賞した、近畿大学の森高君、はい、それからですね 110m ハードルの専門種目してます、はい、同社大学の岩堀君、はい、この辺りがですね、上位に食い込んでくるんじゃないかなというふうに思っております。中央の5レーンから7レーンの争いになるという予想です。そしてこの種目の大会記録は2012年小西雄太さんの49秒63。この大会記録の更新もあり得るレースですか。そうですね、栗林君の持ちタイムがですね、はい、まだ50秒切っておりませんので、はい、条件が良くてですね本人が調子が良ければですね、はい、49秒台突入もあるかなというふうに思っております。なるほど。コンディションで言いますと現在吹き流しを見てもどうでしょう、風はほとんどないと見ていいんですかね。そうですね、ご覧の風ほとんど風はありません。49秒台が出れば大会記録更新も見えてくるレース。一部男子 400m ハードル決勝、走る選手がコールされていきます。男子一部 400m ハードル決勝の出場選手をご紹介します。第2レーン足立蓮君、琵琶湖成蹊スポーツ大学。第3レーン高橋光成君、京都大学。第4レーン京武大我君、関西大学。第5レーン森高宗次郎君、近畿大学。第6レーン栗林俊正君、立命館大学。第7レーン岩堀豪樹君、同志社大学。第8レーン細野隼人君、立命館大学。第9レーン中村陽介君、立命館大学。以上8名の出場です。立命館大学応援にも力が入っています。このレースには3名の選手が立命館大学からも出場します。さあこちらが6レーンに入る栗林、8レーンに細野、9レーンに中村。一部男子の 400m ハードルスタートです。まずは最初のハードル、7レーンの岩堀が速い。栗林はどうでしょう、少し抑えてますかね。抑えてますね、はいはい、岩堀君がかなり飛ばしますので、はい、110m ハードルの選手でやはり前半からで行くという姿勢で臨んでると思います。はい、現在トップはその岩堀。第3コーナー回って残りは 200m を切ってきました、はい、ここで栗林、さあ上げてきました栗林。6レーンに立命館大学の4年生栗林、上げてきた上げてきた、はい、さあ最後の直線誰が先頭で来るか。先頭は岩堀ですが今栗林が抜いた、栗林が抜いた、先頭は栗林、その差を広げていきます。内側から森高も来ています。現在先頭栗林、2番手に岩堀。栗林が今優勝速報49秒46、
大会記録更新、大会記録ですね、自己ベストも更新してきました。栗林俊正、立命館大学4年生、立命館のチームメイトも湧いています。右手を高らかに上げて、素晴らしいタイムが出ました。栗林君はあの個人選手権も調子が良くてですね、はい、その後静岡国際とかですね、そういった大会でもですね、安定した力を持っておりましたので、このレースに臨んだ選手としてはですね、まあ、絶対的なですね、優勝候補であったとは思いますが、49秒63のですね、はい、同じ立命館大の小西さんのですね、大会記録を更新するというのは本当に、そうですね、本人からすればですね、はい、もう上出来というかですね、いう感じだと思います。この小西雄太さんが2012年に49秒63というタイムをマークしていますが、これ今栗林の現在の立命館のコーチですよね。そうですね、はい、ですから師匠のタイムを上回る走りを見せてくれたということになります。はい、で2位に入ったイヤホリクもですね、はい、50秒切って49秒96ですか、はい、まあ、非常にですね、一部のこのレースも高い、レベルの試合だったと思います。そうですね、49秒台が2人という結果になりました。ではそのレースです。この辺りから栗林が出てきたと。そしてこれが最後の直線、栗林、岩堀、森高という順番でフィニッシュしました。大会記録更新をした栗林俊正、立命館としても嬉しいプラス5点も入ったわけですね。そうですね、うん、やはり私がレース前にお伝えしたように、はい、5レーン、6レーン、7レーン、この3人がですね、他の選手よりもレベルが高かったという感じでおります。はい、北井先生の期待通りのレースを見せてくれました。では優勝した栗林俊正のインタビューを聞きましょう。男子一部 400m 優勝、立命館大学の栗林俊正選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしいレース運びだったと思うんですが。そうですね、勝ちにこだわって、しっかり自分のレースできて、タイムは二の次って考えてたんですけど、しっかり大会記録も更新できてとても嬉しいです。49秒46、これは、先輩の小西さんのタイムですが。そうですね、現今もコーチで自分のことを、見てもらっている小西さんの記録が抜けてとても嬉しいです。かなり大きな声援が飛んでましたが。そうですね、もう本当に結構自分にしてはオーバーペースで入ったんですけど、本当にバックストレートの立命の応援が自分の支えになって、ラスト 100m も全力で走ることができました。これからの目標を教えてください。はい、このタイムだったら日本でもある程度戦えていけると思うので、まずは49秒台というところを安定して出していきたいなと思っております。男子一部 400m 優勝、立命館大学の栗林選手でした。おめでとうございます。ありがとうございます。本人も興奮冷めやらぬ中インタビューに答えてくれました。ではその決勝レースを振り返ります。北井さん、これ栗林も割と仕掛けたペースで入ってたんですね。このレースがですね、はい、記録が出たのはおそらくイヤホリ君がですね、はい、前半から飛ばしたので、栗林君は、はい、先ほどインタビューで言ってましたけども、はい、それほどハイペースで入るつもりはなかったんだと思うんですけども、結果的に前のイヤホリ君を、はい、に追いつかないといけないということで、はい、ちょっと本人としてはオーバーペース気味で入りましたけども、はい、最後までですね、バテることなく走り切れたのが結果だと思います。4年生2人がこのレースも引っ張ったということに。そしてこのレースも大会記録更新、男子 400m ハードル一部男子を制したのは大会記録更新、立命館4年生栗林俊正です。